こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、GU で最近買った春のアウターがめちゃくちゃ良かったので、皆さんにですね、早速紹介をしてみたいなというふうに思っています、えー。僕は普段ですね、動画の中では GU とユニクロがあったら、ユニクロの方ですね、こちらを皆さんにご紹介する方が圧倒的に多いんですね。これなぜかというと、トレンドと定番という言葉がありますが、その中でユニクロは定番ですね、このあたりが圧倒的 ななおかつ僕ら世代としててははやっっぱりり馴染みがあるるのののユニクロなのででで、まあ、動画の中でもよく取り扱ってるんですねただ、やっぱり GU にも良さがめちゃくちゃありましてトレンド感があってなおかつ値段が結構リーズナブルなので気軽にトライアンドエラーがしやすいというところではユニクロにはない魅力があるかなと思ってるんですね。ですのでこちらのチャンネルの中でも GU で似合いそうなものをピックアップして皆さんにご紹介をしたいなと思ってるんですが今回持ってきたこのアイテムめちゃくちゃ良かったです。 まあ、すでにですね、いろんなチャンネルで解説しているところがあるので、僕はちょっとどうしようかなと思ったんですが、たまたまお買い物に行ったショッピングモールに自由が入っていて、そこにあったので、ちょっと着てみたらめちゃくちゃ良かったんですが、まあ、商品名はですね、オーバーサイズモッツコートブラックですね。サイズは今回 S を購入しました。僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですね。ですので、本当にジャストサイズで選ぶとしたら S なんですけども、まあ、最近はちょっとトレンド感を取り 入れるという意味で M サイズを着ることが多いんですがこちらは GU なのでサイズ感ちょっとゆったりめのものが多いんですねで、商品的にもオーバーサイズに振ってあるので今回は S サイズを購入して、まあ、ちょうど良いサイズだったかなと思います、まあ、後ほど実際に着てみたいなと思うんですが価格はですねなんとこちらで5,990円ということで アウターでこの価格というのは結構驚きかなと思います。持つコード正直ですね、僕はすでに持ってるんですね。まあ、例えばこちらに並べてあるものだと、これ、去年アーバンリサーチで購入したものなんですが、こちらでだいたい2万円ぐらいしたと思います。2万円でも決して高くなかったなという印象で、本当にどっかのブランドものになってくると、3万円オーバーのものが多かったりする中で、まあ、割とアーバンリサーチのものは買いやすかったんですが、そこと比べても、 もう、はるかにですね、リーズナブルなのが GU というところで、まあこの二つ、どこに違いがあるのかというところも含めて、まあ皆さんに解説したいなと思ってるんですが、非常によくできているコートかなと思います。色の展開は、ブラックとオリーブ2色ありまして、これに関しては、すごい悩みました。最後まで迷ったんですが、僕はブラックを購入したんですね。まあそのあたりも後ほど着ながら解説をしたいなと思うんですが、結論を言うと、オリーブもめちゃくちゃいいので、このあたりは好みでいいんじゃないのかなと思います。 まあ、もつことというと、やっぱりトレンド感のあるアウターとして、ここ数年はですね、いろんなショップで取り扱いがあるんですが、やっぱりユニクロのようなベーシックが主軸のところでは、あんまりやらないデザインではあるんですね。まあ、GU はですね、こういったものをしっかりと作っていて、かなりこなれた雰囲気のアイテムになってますので、まあ、今回ですね、実際にこの商品を着ながら、どのようにコーディネートに活かしていいのかというところも含めて、徹底的に解説をしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説す。 解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はい。ということで、実際に来てましたが、いかがでしょうかちょっと一周回ってみたいと思います。はい。横から見るとこんな感じですね。まあ、サイズ感は、まあ、結構オーバーサイズなので、ちょっとゆったりめです。先ほどもお伝えしましたが、身長164センチ、53キロの僕で S サイズを選びました。まあ、これぐらいのサイズ感で間違いないかなと思うんですが、一応ワンサイズアップして M も着てみたところ、それでもサイズ良かったんですよね。なかなかサイズ選びは 難しいところなんですが、まあ本当にいつも通りのサイズでほとんどの方は良くて、よりトレンド感を強く出したい場合はワンサイズアップでもいいんじゃないのかなと思います。着てみたところですね、非常にバランスはいいです。気になるところはどこもなくて、すごくこれは使い勝手いいんじゃないのかなと思います。まあモッズコートっていうと、まあちょっと男らしいミリタリーライクなアイテムなので、まだ持ってない方とか、ちょっと気になってはいるんだけども、なかなか手出ないよなという方は多いと思うんですね。まあ通常 普通で言ったらステンカラーコートとかそういったアイテムの方がサクッと着やすいんですがまあ、それだとどうしても人との違いが出しづらいのでモッズコートを着てみるというのは非常に良い選択肢かなと思うんですね。で先ほどご紹介したようにアーバンリサーチの去年買ったものすごい良かったんですよ。これすごく着たんですがまあ、2万円ぐらいだとやっぱり買いづらいという方もいらっしゃるかなと思うので最初の1着目としては GU のモッズコートこれはかなり使い勝手がいいかなと思います。ゴリゴリのミニタリー デザインといううよよりは、まあるる程度現代的ににスマートに使えるようななそんなで、すすねディティールにななっているかなと思いますで生地の厚みとかなんですが、正直ですね、そんなに厚手ではないんですね。先ほどのアーバンリサーチで購入したものの方がしっかりとしてるんですね。こっちの方があったかいと思います。で、GU のものは、まあ、やっぱり価格帯がある程度落ち着いているので、そこまで生地に厚みがないので、このあたりは賛否両論分かれるかなと 思うんですが、個人的にはこれぐらいの厚みは結構使い勝手がいいなと思うんですね。というのも、モッツコート自体結構長さもありますし、結構生地が厚いと重量感が出てしまうんですね。先ほどのものは生地厚いんですが、ちょっと重たいんですよ。そのあたりをどう取るかなんですね。あったかいから重量感があってもちょっと自圧な方がいいと思うか、もしくはさらりと羽織りたいかというところ、そのあたりの方向性の違いでどちらを選ぶべきかは 変わってくるかなと思うんですが僕はこれぐらいの薄手の感じもなかなかいいんじゃないのかなと思います。サクッと着やすいですよね。僕は着丈の長いアウターってちょっとめんどくさいなと思ってしまうんですよね。どうしても足さばきも良くないし、重たかったりするので、そうなると着なくなるんですが、これぐらいの厚みだったら、まあ、全然問題なく着れるかなと思います。で、サイズ感もオーバーに振ってあるので、あとは内側なんですよね。内側に今はシャツ着てさらりと着ていますが、寒かったら、 インナーダウンだとかライナーとかをかましてあげれば全然ですね暖かさの調整はできるかなと思うので内側次第というところでは使い勝手がいいかなと思いますですので完全な防寒着として選ぶというよりはある程度トレンド性だとか見栄えの良さというところを考えながら使うというアイテムで防寒性は内側で作るというところがま一、あ、つテーマとしてあるんじゃないのかなと思いますで今回ですねブラックとオリーブある中でこのブラックを選んだのはなぜなのかというと まずですね、この YouTube で解説する際には、基本的には使い勝手がいいということがすごく大切だと思っているんですね。オリーブもいいんですが、どうしてもこうミリタリー色が強くなってしまう。僕ら世代だと踊る大捜査線、青島感が強くなってしまうってところがあって、まあ、ちょっと賛否両論があるんですね。とは言っても僕オリーブの持つコート好きで、私物ではこちらですね、ゴードウィンの中綿のアウターですね。これをめちゃくちゃ着ています。最初はちょっと見慣れなかったのはあったんですが、もうこれ これ2年目で着てるやつなんですが、目慣れてしまうとオリーブめっちゃいいんですよ。なので、ちょっとおしゃれ好きな方であれば、オリーブ選んでもらうといいのかなと思うんですね。せっかくなのでちょっとオリーブの色合いも見てみましょうか。ちょっと GU のものではなくて申し訳ないんですが、ちょっと着てみますね。はい、着てみました。どうでしょうかこれはゴールドウィンのもので GU ではないんですが、GU の結構モッツコートのオリーブなんですが、まあ、ちょっとチープに見えたら嫌だなと思って着てみたんですけど、かなり色合いいいんですよ。 この価格帯であのようなオリーブの質感が出れば大満足で個人的にはなかなかいいディティールだったかなと思います。GU の持つコードってデザイン的には割とこう再現度が高いかなと思うんですが、このね、胸の部分にマジックテープがついてるんですね。こっちの GU のものもそうなんですが、わかるかな、まあ、ブラックの場合は結構本体と馴染んでしまってそんなに目立たないんですが、ここにマジックテープがついてると。これがオリーブの場合はややですね、目立つかなというところで、 個人的には、まず最初の一着としては、ブラックがいいんじゃないかなと思ったんですが、オリーブもいいので、試着をしてみて、しっくりとした方をですね、選んでいただきたいなというふうに思っています。もう一回ブラックに着替えますね。 で、ブラックなんですけども、もちろんこれはこれでシャープで使いやすいんですが、一点問題があって、それは何かというと、このようなブラックのアウターって、これに対してボトムスまでブラックにしてしまうとかなりですね、重たくてつまらない着こなしになりがちなんですよね。なので僕が大好きなブラックのパンツがなかなか合わせづらいというところは一つのネックとしてあるんですが、そこで皆さんにご提案したいスタイリングとしては、今僕が履いてるような ホワイト系のパンツですね、まあ、最近は旬で結構いろんなブランドから出ています GU ユニクロ様々なセレクトショップでも出ているんですが何かお手持ちのものがあったらホワイト系のです、ね、パンツとこの黒のモッツコートを合わせてみてくださいこのパンツさえあればもう鉄板でこのブラックのモッツコートが活かせるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんですね白パンと合わせてみていただきたいなと思っていますあとは中に着るものは今はこうデニム 系のシャツを合わせていますが他にも様々なものがあるのでちょっとこの後ですね内側を着替えながらバリエーションを作ってみたいなと思っていますはい着替えてみました内側先ほどはシャツだったんですが今回はですねこのような丸首のニットを合わせていましたこれも鉄板で合わせやすい着こなしになるかなと思います 上半身をちょっと重めのですね、ブラックですとか、ネイビーですとか、今僕が着てるのはグレー系ですね。あとオリーブとかでもいいかなと思うんですが、内側ニットを入れてあげて、ボトムスは白パンっていう組み合わせ。これも鉄板で使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもお手持ちのニットともですね、合わせていただきたいなと思っています。持つコート自体が結構カジュアルなので、内側にはちょっと綺麗めなシャツだとか、あとは丸首のニットというところは、まあ、鉄板で合わせが しやすいかなと思うのでこのようなスタイリングもぜひですね、試していただきたいなと思うんですね。この着こなしだったら2月でもそんなに寒くない日ですね。日中ですね、10度ギリギリいかないぐらいまでだったら結構使えるかなと思うので、ニットのコーディネートもぜひ皆さんですね、使っていただきたいなと思います。 やっぱりこのモッツコートの良さって、ある程度こうオーバーサイズなので、中をいろいろとレイヤードできる点かなと思います。まあ、このようなニットもいいと思いますし、あともう一つですね、皆さんにご紹介したい着こなしがあるので、もう一回ですね、着替えてみたいと思います。 はい、着替えてみました。今度はですね、このモッツコートの下にインナーダウンですね。見えますかねこういったものを入れてみたわけなんですが、このような形だと結構ですね、冬場からモッツコートを使うことができるかなと思います。まあ冒頭でも触れましたが、これ単品ではあったかいという感じはそんなにないんですね。まあトレンド感だとかファッション性というところを含めて使うことが多いかなと思います。春先だったらそれでも全く問題ないんですが、冬からこちらを使い たい場合は内側を着込む形がいいかなと思います、まあ、オーバーサイズに振ってあるので内側にこういったインナーダウンですねこれ持ってきても全然問題なく上から羽織ることができるので このような着こなしをしていただければ結構冬の寒い時期からですね、モッツコートを活用できるのかなと思っています。まあ冬ってなんだかんだで長くてステンカラーコートだとかダウンだけだとどうしてもアウター飽きてきてしまうかなと思うんですね。まあそんな時に春アウターを買ってその内側をですね、インナーダウンでしっかりと防寒性を高めてもらえば意外とスタイルの幅が広がるかなと思うのでこのようなモッツコートとインナーダウンの組み合わせも含めてぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、GU の新作となるですね、持つコート、こちらをですね、実際に購入しまして、全力で解説をさせていただきました。これであれば、大人の男性でもしっかりと似合いますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも店舗に行ってですね、試着をしていただきたいなと思います。残念ながら、うちの近くのですね、GU には、この持つコートを置いてなかったんですが、ちょっと大型店になるとですね、取り扱いがありますので、ぜひ皆さんですね、見かけましたら、まずは試着をしていただきたいな と思っています、まあ、このようにデザイン性もバランスが良くて、素材感もチープさがないんですね。ここお伝えし忘れていましたが、素材感ですね、生地は薄いんですけども、質感はすごくいいので、価格帯と比較した時にもすごくバランスがいいかなと思うんですね。まあ、生地の薄さも一つデメリットとして捉える方もいらっしゃるかなと思うんですが、 あくまで春向けのコートなのでそこまで厚手でなくても僕は使いやすいのかなと思いますそのあたりに関しては内側を着込んでいただくことでだいぶ対応できるので問題がないかなと思いますしまあなんといっても価格帯ですよねなかなかアウターだとですね1万円未満で買えるものって多くはないのでその中でも6000円前後でこのようなモッツコートが買えるということでトレンド感を気軽にトライしやすいというところも含めて非常にバランスの取れた一着かなと思うのでぜひ皆さんですね 最後に迷うところは、ブラックなのか、オリーブなのか、この2択かなと思うんですが、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、試着をしながら検討していただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルですとか、ドメスティックブランドですとか、まあ、そのような中級者向けの情報は、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりとしています。週にですね、4本の オリジナルの動画とそのうち1本はですねライブ配信をやっていまして皆さんとワイワイとつながりながらですねファッションの楽しさを共有してますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のために オンラインサロンも運営をしています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをリアルタイムでどんどんご紹介をしています。僕の方でも1日2回記事をアップしていまして、まあその他僕以外のスタイリストさんも在籍をしていますし、あとは参加者の皆さんも記事をアップすることができるので、1日に様々な記事を読むことができるようなそんな集まりになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのおやむでした。また次回の動画もお楽しみに。